ここはね、長野。普段はねグローブつけてミット持っている僕ですけど、今日はね腕を見せたいと思います。60センチほど、僕の靴が29ぐらいなんで、もう2個の倍ですよね。はい、倍。こんな魚が来るとですね、はい、ニジマス。ニジマス、はい、もう鮭ですね。鮭、はい。スーパーレインボー、スーパーボン並みに強かったです。チャオ、小入巻です。ここはね、長野。今長野に来ています。なぜ長野に来てるかというと、今日はねこの釣り見てください。この格好、普段はねグローブつけてミット持っている僕ですけど、今日はね腕を見せたいと思います。で、今日もなぜこう見てるのかっていうのは、僕の大会のエグゼクティブファイトに今回3月22日に出場する飯島さん、今回で2回目の出場ですから、飯島さんどうぞ。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。飯島さん、はい、今度3月22日に僕の大会出ると思うんですけど、はい、その前に今日は魚と勝負ということで。そうですね、はいはい、どうですか。川は濁ってるんですが、はい、会長さん持ってらっしゃるから一発あると信じております。そうですね、はい、でです、川釣り初めてです。あ、でも、はい、あれですね、ガイドさんも今日いるんですよね。そうです、プロのガイドさんにお世話になりますので、はい、はい、可能性はうっと上がります。ちなみにお店のご紹介とかなんかしてもらっていいですか。はい、今ここにイナでアングラーズパラダイスイナ店、こっちが本店になりますが、まあ、4月から地区までまた2号店を開店いたしますので、近くに寄った際はぜひお寄りください。ちなみに飯島さんの釣りの腕前って今までどんな感じだったの。アマよりはちょっとマシかなっていうくらいですね、うん、はい。今まででっかい魚とかなんか自慢できる釣りは。そうですね、ニジマスで言えば70弱とか、はい、普通はもうありえないサイズなんですが、ニジマスで70ってでかいですね。でかいです。はい、見たことないですね。はい、はい、長野はいますので、うん、はい、やっぱ長野っていうこの自然のところで生まれた、ね、魚たちっていうのが相当元気が良さそう。元気が、はい、強いです。はい、じゃあちょっとこれから行ってみましょうか。はい、よろしくお願いします。これ普通に道路で走ってる時に見るような川だけど、こんなところに魚いるんだね。こんな釣れるのかな。なんか普通に車で通った感じの川なんだけど、ね、ニジマスとかがいるっていうけど、ちょっと楽しみです。これどういう感じなんですか。これはですね、セージって言って最新型の、はい、R8 コアを使用したスペイントップっていうものですね。なんか今聞くだけでも高そうな感じがするんですけど、高いです。高いですか。はい、いくらぐらいですか。これは竿で約20万。竿、はい、20万。27万。27万。はい、うわ、やっぱ釣り具合違うんですか。釣り方が全然違いますね。何が違います。もう誰が投げても普通に飛んでいきます。飛びが違う。はい、これはもう今の世界最高峰という自分の記憶になりますね。一瞬間では世界最高峰です。はい、ちょっと楽しみです。アナキャスティってルアと違って、はい、最初にいる投げたい長さのラインを自分から出してからルアとかはやられる。はいはい、はい、ルアなんか自分に巻いたマスに投げて飛んでく間にこうだラインが出てくる、うん、そうじゃないですか。それは先に出してくるんですね。おう、それで、あー、なるほど。はいはい、
井上さん、これは何をされてるんですか？そうですね、フライフィッシングっていうのはもうこの針を巻くところから、あとキャスティング練習ですね。で、あのまず投げれないと釣りできませんので、まずはこう正確なキャストを今練習しているところです。キャストというのは投げる、投げる、投げることを練習している、はい、まずそこがあの、まあ、針は泳ぎ巻くとして、キャストはもう第一番に覚えないと釣りできませんので、そういう状態です。ありがとうございます。やりすぎちゃうと、これだと良くなる、もう少し強い、はいはい、楽しい動画じゃなくなってきたんで、ちょっと一回休憩多分俺見て覚えた方が早いかも。ちょっとコツがない、そう、人のやってるのを見るのもあの すごくいいと思いますね。だからもう見て、今日何釣れるんですか？この川は今日はスーパーレインボー、大きなニジマスが釣れる川なので、うん、あのぜひ釣っていただきたいと思うんですが、スーパーレインボーでもあのまあ中くらいのサイズから本当に大きなサイズまで、中には60センチを超えるサイズもいますので、ぜひちょっとそれを狙っていただきたいです。60センチってことは僕の靴が29ぐらいなんで、もう2個分です、ね、この倍ですよね。はい、倍です。こんな魚が来るってことですね。はい、ニジマス、ニジマスです。はい、もう鮭ですね。鮭、はい、見た目もあの若干色は違うんですけど、もう鮭に近いような、はい、奇跡みたいな魚ですね。そうです、奇跡で釣ったらまた奇跡ですね。いや、奇跡、ただ奇跡は起きますか、うん、起きますか、起きます。ビギナーズラック、ビギナーズラック起きます。え、解禁が昨日ですか？そうなんですよ、解禁がもう、はいはい、まさに昨日で、はいはい、今日2日目なんですけど、やっぱりあのまだ2月ってこともあって、うん、なかなかその水温的にあの魚にとってはちょっと冷たいのかなっていう、なのでこの午前中と午後ではまた若干あの水温も変わったり、あの魚の動きも変わるので、本当にまだまだ難しい時期ではありますね、はい、まだ昨日解禁日で釣った人誰もいないですかね？います、昨日も解禁日で釣った人は何人もいらっしゃるみたいで、いるんです。あの多い人はもう10匹以上釣られた方、スーパーレインボー、スーパーレインボーも含めて、あの他の魚種も、はい、あのアマゴだったりとかイワナが混じったらしいんですけど、やっぱりまあ運が良かったのか、よっぽど上手だったのか、あの分からないですけど、やっぱりあの釣れる人は釣れる。これ釣りで言ったら、はい、あの上級者とか中級者とかあるじゃないですか、はいはい、これ何、海とか全部合わせて、これはですね、実はあの今日やってるフライフィッシングっていうのはちょっと上級者だと思います。ですよね。はい、上級者のことを
初めてやって釣るっていうのは正直奇跡に近いので、ただですね、奇跡にただこの、釣りっていうのはよくある話なんですけど、ビギナーズラックってよくあるんですよ。なのでもう始めたその日に釣ってしまうっていう人はいる、たまにいるんですね。ただそのたまにってまあ奇跡に近いので、まあ本当に持ってる人は釣るっていうことが、なんかこうかなりのプレッシャーをこう与えられてる気がしますけどね。いやー、なかなかね、厳しいですね、正直もうみんな10年20年やってる方多いんですけど、そういう方でも今日1本上がればもう御の字だと、そういう中で初めて挑戦し釣るってまあ正直奇跡ですね。はい、じゃあ私がもし釣ってしまった場合は、いやもう奇跡で、まあちょっとプロになれるかもしれないですね。はい、ところですね。はい、今ちょうど僕こうやり方を聞いて、いやいや今もうずっと見てたんですけど、いやあそこまで投げれれば、もう正直魚いつ食べてもおかしくない、釣れてもおかしくないと思ったんで、いやもうあとは魚が、ちょうどそうですね、タイミング合えば、じゃあもう奇跡に近いことはしてるってことですもんね。してます。はい、はい、なんで奇跡ではなくて、釣れる可能性もあるので、本当は運次第っていうところもありますよ。そうですね。はい、ということでもう今日は奇跡を起こしてますね、あとは魚次第ですっていうことでいいですね。はい、大丈夫です。最初糸の時はもう投げるっていうよりも ただ竿を立ててきて、で途中で体を投げる方向に向くぐらいのゆっくりな動作です。あ、そうですね。で最後投げるときは、この前の後ろに投げる動作は少しスピードをつけて、軽く後ろに投げてやります。今、竿先がどういう動きをしてるかお分かりになりますか？分かんないです、ちょっと竿先を見ながらやってみましょう。今、途中で高さが、竿の高さが一回下がったの分かりますか？その竿先がずっと上に上がるように、この竿先を見てください。そういう感じ。そう。今下がったかな。一番最後に下がる。あ、下がっちゃダメ。うん。それでは、こう、こう、こうなってますね。下がるってのは、こうなるってことですね。ちょっと待って。こういたのを、はい、ここが上がってるんですけど、うん、こういうの下がるんですか？下に、はいはいはい、ドーム上にこう動いてる、これを後ろに、これだと良くないですね。これが下がるんです。上がり続けるから。あ、なるほど、うん、要はこうじゃなくてこういうことですね。こういうことですね、こういうことですね、こうなって、これがこうなんじゃなくて、うん、こういう意味ですね。あ、なるほど。少しこう横に振りながらこう持ち上げて、ね、こんな感じで。ちょっと笑顔が感じた。スーパーレインボー、スーパーボン並みに強かったです。分かんないですけど、そう簡単に釣れるもんじゃないなという。
だからこそ奥が深い。でこのね、あの飯島さんのお店はもうメンツがすごいので教え方がめちゃくちゃうまいんで、投げるのもすごい難しいんですけど、だんだん上手に投げれるようになってきましたんで、今度また来た時はね、ぜひスーパーボーンじゃなくてスーパーレインボーを釣りたいと思います。飯島さん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ここ昨日から解禁なんですね。そうですね、だここから10月ぐらいまでですよね。そうです。でスーパー何でしたっけ。レインボーです、ね、スーパーレインボー、はい、飯島さん、ちなみにスーパーレインボーは釣ったことは。スーパーレインボーはあの、まあ、はっきりした定義はないんですが、あの、まあ、どでかいどでかいですということで、はいはい、したら釣ったことあります。はい、ありますよね、写真で、はい、後でちょっとね、あの見せてもらってあれですけど、はい、で結構あの飯島さんの釣り具のお店の方々すごいテストというか上手な方々多いんですね。はい、その方々が教えてくれたりとか。はい、そうです。あのイベントスクールガイド、あのプロの方に来ていただいて、あの積極的に開催していくっていう形で、時期が暖かくなればあの南の方ですね、あの奄美とか沖縄とか、うん、そちらにあの、まあ、ガイドをしながら、あの海の魚を作っていうくらい一緒にもやっております。ってことは日本全国あのいい穴場の場所に連れていくこともできて、はい、そこでのガイドさんもいて、はい、いろんな釣り方もさせてくれるってことですね。そうです、すごい。ちなみにあれですよね、飯島さん一番でかい魚は何でしたっけ。ブリ。ブリですよね、はい、ということで今日はね、僕これ初めてやらせてもらったんですけど、結構あれですね、はい、ハマりますね。よかったですよ。やっていくとこう、ね、どんな風な形でやれるのかっていう、はい、すごい僕もねこういう人なんで、はい、ちょっともう投げ方勉強になりました。はい、はい、奇跡は起きなかったですけどね、スーパーレンボーを釣り上げるっていう、はい、チャンスはまだまだございますので、はい、ここからですもんね、はい、時期もね、はいはい、飯島さん、じゃあお店の名前を。はい、伊那市春近アングラーズパラダイスと言います。で千曲店、杭瀬46番地で2号店開店予定になっております。ぜひお越しください。行ったらあの飯島さんに会いたいですって言ったら会えますか。会います。あ、はい、その時は何かじゃあシャドーボクシングなんか見せて。そうですね、ミット打ちなどなど何でも、はい、あのお付き合いいたします。飯島さんに皆さん会いに来てください。以上です。飯島さん、そんな体柔らかいってことは次の試合もしかしたら投げ倒すつもりですか。そうですね、あの上段蹴って相手の頭を越えてしまう可能性ありますので、そこだけ気をつけます。はい、途中であのかかと落としに変更してかかと落とそうと思ってます。押す。